じゃあゆりこ大河です。皆さんこんにちは。今回ゆりこトナカイになりました。イエーイってトナカイの音をするのが今わかんない。みんなクリスマスの時ってさ、サンタさんのコスプレしたいでしょ。私はね、今年はね、サンタさんも飽きちゃって、もう可愛いトナカイをやりたくて、トナカイ風よくわからない色を入れて、ちょっとクリスマストリーと普通のトナカイに見えると思うんですけど、今回はなぜというこの動画を撮りたいのは、クリスマスの違いのことを話したいと思います。まあちょっと他のワールドって言えないんだけど、イタリアはクリスマスこんな感じですってちょっと話せるから、行きます。まずは日本人の場合はカップル、そう、それはね、知らなかった。なんか東京に来て25日家族と過ごすの、彼氏と、そうなんだ。私もいねえし、で、ちょっと待って、なんでサンバレンタインじゃないのになんで恋人と過ごすのって思って、すっごく不思議なことだった。で、まあやっぱりイタリアはね、家族はクリスマスですよね。で、家族イタリアだとクリスマスは家族、ハッピーニューイヤーは友達と、だいたいこのルールは大事。日本はキュン、逆、すっごくびっくりした。まずはイタリアのクリスマスはね、まあみんなと一緒、25日、まあ24から始まるんですよね、みんな。まあ、そうですね、実は24の夜から25日の、まあ、夜までは、まあ、みんなクリスマス的にの日なんですけど、実はいつこのデコレーションとか始まるのって、私はね、実はね、だいぶ最近というか、あ、もう12月だって思い出して、急にポンってこれだけ、 この子だけを、出したんだけど、実は正しいの日がありますよ。そのデコレーションとかプレゼーペ、多分見たことあるんだけど、プレゼーペは、プレゼーペはね、日本語だとジローラマ。プレゼーペは日本語でジオーラマということですよね。で、私の家族はずっとやってたんですよね。一応はちょっと説明難しいんだけど、私の家族は一応はクリスチャン、私はよくわからない人間、よくわからない、あ、まあセックスピストルが好きだからね、わかりやすいと思います。でも背がすごく可愛くてずっとやってたんですね。で、私にとってはクリスマスはプレゼントとサンタ。でも実はイタリアはこれがないですね。なんかほんとクリスチャンというの、まあイベントみたいですよね。で、12月の8の8、こうするかの8から、デコレーションが始まります。だからプレゼーペとスリーとかいろいろの飾りが、なんかその日が始まります。なぜ12月の8日を始まるのは、インマコラータコンジツィオーネ、あのね、日本語翻訳がないなんですけど、まあマドンナ、女神って言えばいいかな、のイベントだから、この日がいろんな飾りとか綺麗に、することです。で、何が食べるのが、実はね、日本と違って皆さんってさ、いつもケーキとか食べるんですよね。クリスマス時はケーキパパってクリスマスケーキ出てくるんだけど、私はね、イタリアに見たことない。ケーキじゃなくて、まあそういうメインディッシュ以外はパネットーネかパンドーロ、どっちが食べるんですよ。で、このパンドーロとパネットーネは大体一緒のものですよね。だからって見るんだけど、やっぱりすっごく大きいな好みがあるんですよ。私、例えばね、ウェッタ、おしぶどが入ってる一つ。これがパネットーネはおしぶどと、まあ、くるみとかいろいろ入ってるんだけど、パンドーロが何も入ってない。で、白いの、シュガーみたい、ちょっとサートみたいがふわーって出て、まあ、シンプルで美味しい。だから、
この数がね、すっごく大きな戦いになるんですよ。もうどっちにするって、どっちでもいいと思うんだけど、私はね、やっぱりパンドーラの方が好きだった。もうパンドーラ食べたい。パンドーラじゃないと私は食べない。だからケーキじゃなくてパンドパネットはね、かパンドーラ、皆さんはどっちが好きなんだろうね。で、私のお母さんはね、すっごく優しくて、実はもう小学校の時がサンタさんもないんですよ、存在。あ、ないですよねって他のクラスメイトから聞いてたんだけど、私はね、それがすごく嫌だったの。本当にサンタさんのことを本当信じて、信じたいから信じるって言ったら、お前バカじゃねとか言われて、お母さんはね、本当に毎回毎回、多分12歳まではクリスマスの時に誰かにサンタさんの格好をされて、本当プレゼントを取りに行ったんですね。で、なんでわからないけどバレたことがない。私ほんとすげえ上手だった。お母さんは全部、もうそういう家族もびっくりして、サンタさんが来たとか、なんかほんと自然だったんですね。で、私の実家はね、インペリア港の方だから、雪が降らないんだけど、おばあちゃんの実家はね、インペリアよりがもうちょっと遠い、もうちょっと上だから山の方で、サボーナ、私は生まれたの町サボーナの上はアルタレというの、ちっちゃいちっちゃいちっちゃいの町に結構雪が降っとりましたじゃなくて降ってたんですね。で、そこに本当降ってた時が、ボランティアがみんなトナカイとか、そういう本物のトナカイとウーマかな、わかんないウーマとバブをサンタさんの、今バブって言うんだけど、サンタさんの格好して歩いてた。だからその時はね、サンタさんも来て家にプレゼントも渡されて、その時がね、ほんと信じた気がする。やばい、サンタさん素敵って思って、すごく恋した、サンタさんのことが。日本人がイタリアに旅行したい方は、おすすめしたいことが一つがあります。12月の23から1月の6日までは休み。これはね、セッティマナビアンカというんですよ。白週間というんですね。夏というと、みんなここにクリスマスがあって、で、そこからスノーボードとかスキーに行くんですよ。だから私も学校通ってた時に、このセッティマナビアンカに参加して、スノーボードコンテストに出たんですよ、若い時に。わー、で、お父さんもいつもいつもいつもこのセッティマナビアンカのところにフランスまで行って、スノーボードとかショーしに行った。だからこの地域だけがね、イタリアに行きたいだったら気をつけて、めっちゃ人がわーって大勢集まると思います。まあ24日はまあいろんなデコレーションとかプレゼントを用意したりとか、まあちょっと準備の日って言えばいいんですけどね。あと昨日ねとかって大きいな晩ご飯もするんですね。で、25日はクリスマス、いっぱい食べて家族と過ごす時間で、26日はサントステファノ、だから26日も休み。なんか前の日が、前の2日の前のたくさん食べ物があるんじゃないですか。もう食べきれないから26日は全部食べておきれいにしますというのを文化です。あと、もう一つの言いたいのは、いつクリスマスが終わるのは、まあ、1月6日。なぜっていうと、意味があるんですよ。これから、エピファニアになるから。エピファニアはね、かわいい、ちょっとブサイコの、魔法少女で言えばいい？魔法女が、来て、で、彼女が来るときに、全部の、フェスタ？だから、休みが取っちゃうんですよ。私がよく覚えてるのが、エピファニアはね、来るときに、そういう魔法が来るときに、みんなちっちゃいソックス、まあ、ちょっと今ダサいんだけど、ソックスを壁に見張って、で、魔法が来る、魔法少女が来る、魔法少女で言うんだろう、ウィッチで、このウィッチが来るときに、この子供はいい子だったら美味しい果物か、キャンドをあげる。悪い子だったら、カルボーネっていうあげるんですよね。カルボーネが石炭。そう。あなたは悪い子
子供だったら正規感あげる。でも実はこの正規感はね、甘いんですよ。ただ見た目は正規感だからうーってな感じになるんだけど、私は超大好きだったから、とりあえず悪い子知っていこうって思ってた、ずっと。だからそのまあそのウィッチが来てる時に、だからミイカは休みとかクリスマスが完全に終わりです。ということで、まあいつかクリスマスに帰りたいね。ちょっとやっぱりどこかでね、私の夢なんですけど、まあ今年ができないから、12月24日ブリギルガメというのを私の知り合いのバーにちょっとイベントをさせてもらいますが、でその後は30日、12月の30日から12月じゃない、1月の12までは実家に帰ります。やっぱりずっとクリスマスできなくて、ハッピーニューイヤーはできないから、まあハッピーニューイヤーぐらいでもやっぱり一緒にお母さんと過ごしたいなって思って、今チケットを取りました。イエーイ。まあすぐ帰ってくるから大丈夫あんまり心配しなくていいですよ。イエーイ。ということで、これはクリスマス土曜の文化だった。ね、すいません。あんまりで、もうちょっとね、多分、細かいってすると、香港クリスチャンの人がもっと、もっともっと長い文化とやり方もあると思うんだけど、私の家族とはほんとのんびり、イエーイみたい、イエーイ休みだぜみたい、プレゼントだぜ、ラザニア食べるぜみたいの家族だったから、ずっとほんとこんな感じに過ごした。でもやっぱり日本に来た時に、ほんとそのなんだっけ、夫婦みたい、カップルのようにイベントだけだね。って思って、って、あとは休みがないねーってびっくりしました。ということで、これはクリスマスの動画でした。イエーイ。皆さん好きだったんですか？だったらクリスマスは何が欲しいんですか？ぜひちょっとサンタさんじゃないけど、よかったらリストを一緒に作りたいと思います。あと忘れずに、私のために何がクリスマス、プレゼントくれたいのって、あれは一つはね、写真集を買ってください。なんかまだありますので、サイン入りとサインなしでも両方あるので、よかったらまだ発売中なので、ぜひよかったら買ってください。あとはそのイベントとかツイッターの方に書いてありますので、ぜひチェックしてください。東京とか大阪、いろいろまあたまにどこかに回ってますので、よかったらぜひお会いしましょう。バイバーイ。